もしダメだったら最後にプライベートマッチとかやってみます？ 3 人ですけど。3人ですけど。キラーはノーパークでお願いしたいな。誰がキラーになるかですけど。おお、積極的。じゃあ、セルフケアだけにしますか？セルフケアと置き去りにされたものにしますか？4ページ目にあると思うんですけど、最後1人になった時に運上がるやつは別にいいんじゃないですか。 じゃあビゴ2人とも唇持ち 唇祭り始まってしまった。ようこそ。気持ち悪い。一体何人分の唇なのか。さあ、実際ヨッシーさんと出会うまで相手の正体は分からないと。そうですね。何運なのかな。ほぼ言っとる。いや、そういうの裏書くのが大好きなんでね。なるほど。じゃあ、なんやろう。何言うんやろうな。決めつけてる。決めつけている。おお。もう今日は何回目だ？ 3 回目ぐらい。あ、でもこれあれですね。会話が内容によってはヒン大ヒトをント与になえりてましした。まう。そうですよ。なんかすっごい滑らかな気がする。ラグから解き放たれた世界。どうしようかな、もう一生ロッカー閉じこもってようかな。おお、そういう言葉で。まあもちろんするしないは想像にお任せしますが。なるほど。で、発電機の数も5つしかないんでね。ですね。いや、分かってます。はい。言わずもがなです。いやー、毎回これぐらい滑らかにやりたいなー。なんか画質だいぶ違いません？うん、確かに。全然見つからん。まさか。やっぱりじゃないか。やべえ。っていうか、ぶっちゃけ釣られたとして、キャンプしたら、キャンプされたら終わりなんだよな。ああ、来てるわ。ああ。アよクし。ああ、来てるわ。ション。チェイス力が試されるな。ああ、待ってるわ。どこだい？ロールプレイングがすげえ。消えたな。あ、いた。投げてるポーズかわいいな。あ、やばい。今んとこあ、ちょっ唇と、のい出や、番大な丈夫。し。ざまノーみやプがル。れ。はあ。あ、くるくるすな、やめて。やった。くるくるするのやめて。あれ、1個治ったな。一 個直しましたよ。ゆきさんが。ためになるな。ギくラるのくる練す習んにだよ。なると。さあ、ゆきさんはどこで？いや
逃げるんだよ。おっさん来てる、おっさん来てる、おっさん、うわー、ヒさん頑張って、ヒさん頑張って、え、こっちに投げた今。気のせいか。なんかガラスの割れる音がしないで気のせいか。あ、くそ。あ、くそ。あ、くるくるすんのやめて。あ、くそ、やばい。意外と足長いので、もうちょっと短足の感じだと思ってたね。ああ、あ、くそ、くそ、ちょっとケバブっぽいことしてきた。ケバブっていうか、人をスモークサーモンみたいにしようとしてる。あれ？今場所知らせましたね。一回釣られると一個治る。向かってね。いや僕はそんな優しい人じゃないんで。いや助けてるやないか。一切勝てますよ。頑張ろう。勝つチャンスがありますよ。な、治ったな。あ、でも発電機の場所が。あ、もしかして勝てる？近いな、全部。うわ。うわ、ほんまや、近い。まあ、最悪、どちらか一方8に逃げれば実質勝ち。ああそういうことかね。いやらしいな。あくっす。ここまで唇の出番なし。あ、リロードしてる。ここぞで足りなくなってる。さあ、そして。おじさんいじめないで。おじさんもいじめないで。あれさっき見失った。おじさんこっち来たわ。これ最後の1個だったら積んでんな。お、いいさ、頑張って。あのおじさんくるくるに弱いぞ。痛い。あ、切れる。頑張って、どこの発電機でもいいから直して。そこだ。あたいが結構触ったんです。あ、こじゃ。やめて。なんかガチャガチャ言ってたな。
クソ、やっぱりバレたか。クソ。これ、ゆきさん治るな。治った。あ、どうも。人生だけは。あ、どうも。人生だけは許さん。ゆきさん、ハッチ上げて、ゲート上げて。ゲート上げて。うおめっちゃ悲鳴聞こえるわ。あ、負けました。あ、おっさん来てる。あぶね。いけー、負けましたよ。そういうとこじゃない。見つけたぞ。いけたー。このおっさん必死やで。開いてない方のゲート来てもた。ほら、見つけたぞ。ゆきさん、いたー。ああ、ほら。は、その位置は。あ、微妙な、いた、パシが。あ、できない。失敗した。失敗した。俺も俺でもっと もがいとけばよかった。くそ。ゆきさん。邪魔ばっかしやがって。めちゃくちゃ恨み買ってる。また蒸されている。いや、すいません、出ますんで。それ出てねえだろう。バレてる。怖え。ああ、もう無理救助。逃げてマジか。だからここ空いてないんだって。クソ、判定が空いてますよ。そこ空いてないって言ったな。バレてる。大どこ行きやがったな。ああ、見失ったぞ。あと逃げるだけではあるのに。なんだこの熱い攻防。何のポイントにもならねえのに、めちゃくちゃ面白いじゃねえか。うわーい。逃げた。さあ、一対一だね。怖い、この人。怖いおじさん、俺は。治った。治ったか。セルフケアやっぱり強いかな。あ、なんだいそのドカーンは。ゆきさん、それね、通知が行くんですよ。ゆきさん、そのドカーンは何ですかい。来たー。瓶が当たらない。あ、くるくるしくるくるやめて。くそ、苦っ。ゆう、はい、ありがとうございます。しゃこれ結構ギリギリですね。結構ギリですね。いやー、接戦だった。画面が滑らかなのがすごいありがたいんですよね。キデオンとか来ねえかな。よっしゃ、男ども2人を血祭りにあげてくれるわ。もう僕、あの、くるくるしないでが、もう。まあ実際嫌ですからね、あの敵に回すと。あれね、まあ死にたくないんでね。こっちも。だからもう、あの、発電機の偏りは命取りですね。
どっちかが追いかけられるっていう宿命ね。さて。さて、アザロフスか。口数減っちゃうな。どうせ多分ハントレスだろうから。当たりのようですよ。それ近くにいるって言っちゃってますけど、別にね、いい見えるのは別に遠くからで見えますから。あなたの体は大きい。確かに。発電機どこだ。いやー、ほんとハントレスは人を探すのがね苦手なんですよね。破滅とかがついてないって最初から分かってるのが結構安心感があるな。つまりもう発電機を回してるね。そういうメタ読み良くないと思うわけ。あれそういうことしてくるでしょあなた。おっと。ヨシさん今のうちだ。やれー、急げー。おのれち細かぞこのババア。あれいいの、そんなに逃げ場のないところに来て。ああ、あかん、ちょっとマジになろう。おわあ、今のうちにやるんだ。焼いてくれるわ。一つられ一直しなんで、よし。つまりそこにいるんだね。くっくそーくっくそーくそーくそあれ、どこ行った。だってこれ二人寝させられた時点でゲーム終了でしょ。てか、そういう時にそういう時に。ああ、これ、これ見たことか。終わったじゃないか。これが、これがファントですよ。もがくことに何の意味もないな。これがファントですよ。あ、強えな、ファントです。で、最後、ゆきさんがね。しゃあねえな。何っぱーで来るんかな。せっかくだからおめかししていくか。僕らもね。そうです、そうです。おめかししてるんで、ちょっとパンケースさないと。ハゲの双子がおる。どちらか分かるまい。嫌やなこのドワイト。これ何かな。鬼側すげえ面白いんですよね。さあどこだい。さあ、うわ、ここか、ここか。できればね5人揃ってちょっと一回やってみたいですけど。シーカーさんもハルさんもやってるから。
そっか、鬼がマジで何かわからんね。そうなんですよ。僕らはなんか前振りがありましたけど。わあ、ゆきさんの好みのキラーとか聞いとけよかったな。うっ。あれ？共有してください。うって。うあの、お医者様が。あ、うっそ。うっそ。そちらですか。患者様。あ、巻いた。様か、お医者様ですね。恐ろしい。ドクターユキの診療や。配信が始まる。キリオン発電機回さないと逃げ場なくなるんだよな。そうですね。さてどうしようかな。チェストが開いてるな。ほほう。現地調達っていう手段。そうです。マジ兄貴。あ、兄貴。マジ。なるほど。兄貴。なんで、なんでここにいるんだ。一個は治ったようですか。そうですか。痛い。兄貴。すまんの。血管が見えやすいな。お、ハゲ。なるほど。チェンジ作戦です。あ、そうですか。兄貴。行き止まりだった。たわいもない。弟よ。逃げるんだ。フック、フック。フック、フック。あ、よいしょ。逃げるよ。マジか。試みようかな。巡回してる。剣の遅いな。めっちゃゾクゾク言ってる。マジか。おや、奇遇ですね。くっそ。おやおや。あ、ふふふふ。ふふふふ。お医者様。くっそ。はい、ダメキャンパーじゃねえかよ。マジふざけんなよ。ちょっとフックが遠いかな。そんなことはなかったぜ。
うわうんうんしてる。いやそうですかそうですか、よいしょ、お、お疲れです、なるほど、お疲れです。ダメじゃないですか、安静にしないと。お体に触りますよ。もうベッドで寝なくちゃんだ、痛い。くっそやっぱりキラーが有利やな。ようやく唇が効果を出したけど、俺下手だったのかな、キラー。いやいやいや、このハゲ2人走ってくれそうよ。ちなみに言わせてもらうと、あの僕入れたらハゲ3人ですからね。そういえばだロビーの画面めっちゃシュールでしたよ。やられてしまいましたな。いやカスタム面白いな。面白いな。人集めてやりたいですね。マンネリ化したデッドバイに新しい風を感じた。